1。織田に戻ってほしい。長政様。長政様。私は。待っていてくれ。この地から争いを、憎しみをなくし、皆が共に手を取って暮らせる国を、それがしが築いてみせる。そんな、そんな国が。姉川の戦いの後も信長は攻めの手を緩めなかった。朝倉家はあえなく滅亡、浅井家もまた小谷城に追い詰められる。ここに至って長政はお市を織田家に返すことを決意する。それは常しえの別れではない、争いのない国を築くまでの一時のこと。前を見る長政の目にお市の涙は映らない。長政は戦場に立った。戦を終え迎えに行く、必ず迎えに行く。第5話、小谷城の戦い。明日を信じて戦い抜く。待っていてくれ。この地に争いのない国を築く。まずは敵の前線を叩き、父上をお救いする。もう敵がそこまで腰を捨ててきた。父上が危うく、それがしが今までご辛抱を。全てはわの死が見ていた。それがしは無理はするな。信じる道を貫きたい。兄上のことを最後まで信じている。思いを力に。
京王までは捨てて、お逃げください。分かった。わしは小谷城まで下がる。おじきを破ったってのか。もし、これが相手になってやるぜ。守りを固めろ。さ、城の守りは任せよ。お願いします。それがしは敵に当たります。行くぞ。アツジさんとミヤベさん、そろそろいいんじゃない。彼らが帰るのはありえない。完全に策だ。完全さえ通す。二人は必ず戻る。やっつけた。果たさん、カズマさん、
短期では危険だ。ハンデ、笑って寝られるよ。当分無理かもしれぬ。だろうね。少しでも早めるために今を戦わなくちゃ。愛する位置を手放し決死の覚悟ってことは、それがしが死ねば誰が一度幸せにできるのです。ああ負けると思ったな。敵も慌てましょう。お見事。なんだか、嬉しいな。この窮地いかに出すか。救援感謝いたす。
の手で果てるよ。あなたは迷っていない。だからお強いのですね。私もあなたのような強さが欲しい。進め！信長様はこの乱が命に変えても守ります。よし、兄上のことを頼むぞ。離れよ。手出しは無用。兄上に答えねば。アザイ軍、城へ戻れ。ここから先は一人で行く。敗北条件変更。長政、ウルは最後まで楽しませてくれる。兄上、参ります。まだぬるい。もっと楽しませよ。思いを力に。
それがしはこの槍を信じて突き進む。信長を討て。いいえ兄上、位置を頼みます。信長はうぬとの誓いを破った男ぞ。兄上を信じています。